と行ったら多分水間観音の近くあたりに出るんじゃないかな。ちょっとあんま調子くれそうなところが思いつかんけど、まあもうあっちの方止めちゃって水間観音さん乗ってね、回ってもいいですけどね。すごい交差点だ。これだったら境ナンバーと泉ナンバーの境目なんですね。結構ここ自体は岸和田とかは泉ナンバーなのかな。流れる木の町なんでしょうね。流木町な、流木町ってなんかね、あと今回あれですね、私撮影をしすぎたせいでなんと 128GB の容量をほぼほぼ使い切ってしまってるんですよね。いやー使ってるなー。そしてここはの方が迫ってきてるな。大阪緑が丘南海バスがこの辺り走ってるんですね。あのバス停止めるの大変そう。今のバス停、あと知らんかったら追突しそうですね。この辺りは全部流れる木の町なんですね。なんて読むんでしょう、流木町なのかな。今話しましたよねその話まだ岸和田なんだな。こんなところで、すごいな。犬猫のね、名護線まで来ましたね。あ、これでちょうど、ああここか、奥のところだ。じゃあその先が名護線の駅ですね。これ水間鉄道だ、こういう感じの道になっとったんや。もうちょい奥まで行ってよかったんですね。ここはですね、昨日テクテク歩いたところの道ですね。で、ここから、不思議な住宅街の動きに入っていってしまったんですけど、まあ、結果的にお風呂にもたどり着いたんでよかったですけどね。石碑の湯でしたっけ。シフォンケーキ手作りしてるらしいですよ。すごい、お好み焼き屋さんでシフォンケーキ。まあ確かに容量は似てるか。まあ細いとこに入っちゃったな。これは細いな。しまったな。めっちゃ細いね。これ森のあたりかな。
まだ森までは来てないですね。で、これで、あれか、モービルのところに出るんだ。はぁ、あ、はぁ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 。なるほどな。もう時間も短いし、乗り始めようか、水間鉄道さんに。車どっかで止めて、これで森駅ですね。だいぶ、やっぱね、一回歩くとね、土地感がね、だいぶつかめるんですよ。やっぱね、歩くといいですね。うん。この通りから大体の感じは、これでつかめますからね。うん。さあ、三ツ松の交差点まで行きましたね。これで、菅原大臣の、いたところら辺ですね。大桑もあります。うん、大桑24時間だからあそこで弁当買えるかもしれんけど、土地がどうのこうの言っときながら、私元も子もないこと忘れてましたね。パーキングねえよな、そういや。あ、しもったあ、やっちまった。パーキングねえや。一応これ商店街の先、表通りですよ。これね、ちょっと歩くのにはね、大変でしたけど、まあこれな感じでね、車で来る分にはいいですね。ここ曲がっていくとね、ここ水間寺さんの駐車場があって、これか。これで水間公園に入ってくるらしいです。へえ。結構登りますね。よかった。これは車でないと案内できなかったですね。これで公園の駐車場だった。線も何もないし、円形なんで止め方わかんないですけど、ちょっと止めて、違って様子見に行きましょうか。